復活させたいんですよ、レッドシアター幻の1回。ただね、それをやるにあたって大きな山がね、1人いるんですよ。うちの、あのちょっと捏造はやめて。捏造してないもう俺それマジでいろんなところで言っちゃってるから。チース、今日はレッドシアターの時の旧友カノさんとコラボです。どうもお願いします。いやありがとうございます。いやいやいや、もう本当なんかそのカナダがその YouTube 始めたっていうのを、はい、去年か1年ぐらいやってるよね。ちょうど1年ぐらいになります。で聞いて始めたんだと思って、はい、でうちらもうまあその前からやってたから、はい、収録の時に、はい、カナダ君のあの YouTube 見た？え、どれですか？なんか吉本の本社の屋上で聞いてるか子供たちっていうのがすごいね、面白いんだよって言われて、わ嬉しい、スタッフさんに言われて俺も見て、はいはい、あの時応援してくれた子供たちどこ行ったんだ、はい、子供たちっていうのをめっちゃ面白かった。見ていただきました。でね、俺すぐツイッターで、はい、あ、そうです、そうそう、載せたもん。ありがとうございます、本当に、はい、だから加納さんとあの言った僕はあのチャンネルはずっと見させてもらってましたから、これ念願のコラボっていうか、いやいや念願も何も、今までレッドシアターの仲間で言ったら、まあ、ロッチ2人もこう来てるし、はい、しずるの村重も来てますし、はい、もう全然、いやだからね、ちょっとこう思い出話というか、そのカナダがね、はい、レッドシアターのことをこう語りたいんだみたいな、はい、まあ、全然いいんだけど、はい、あんまり伸びないよあの、でも正直心当たりがあって今カノさんが、うん、あのピラメキーノの子供たち系、うん、見てくれたって言ったじゃないですか、うん、あれが僕らのチャンネルで一番回ってるんですよ、うん、100万再生以上、うん、すごい、うん、でその後にレッドシアター見てる子供たち、うん、見てた子供たち系やったんですよ、うん、それ全然回ってないあのね、はい、しずる村淳にしかり、はい、ロッチにしかり、はい、あのレッドシアター時代のね話をね、はい、すごい俺たちはすげえ楽しいのよ。すっごいそうですよね、盛り上がるし、はい、なんなら栄光後のこのスタッフさんたちも、うん、レッドシアター時のスタッフさんだから す,、はい、すげえあの時あなたこれあったって盛り上がるんだけど、はい、意外とね視聴者の方々冷めてますだから本当だから結構レッドシアターっていうイメージがどれぐらいまあ、うん、僕らはね、すごい思い入れがあるじゃん。強いよ。あんま伸びない。全然伸びない。だから。まあいいんですよ。あれ僕らは別に伸びる伸びないでやってないですから。そうそう。そうですね。そうですよね。なんかその思い出話、うん、あの頃の思い出話をしたいっていう動画ですから。加納さんとね、一番最初会ったのが13年前ぐらいですか？もっとじゃない？あのレッドカーペットとかピンク。ピンクカーペットは僕らで、あ、じゃあレッドカーペットだ、はい、レッドカーペットで初めて出会って当時だからまだ26とかですよね。そう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 、僕も23とかですから、そうだね。最初出会ったの覚えてますか？最初の印象、お互いの印象あります？俺前も言ったかもしれないけど、はいはい、俺池袋駅で電車乗ろうと思ったら池袋駅のホームで俺ばったり会ったのよ。それが覚えてないんだよ。それですか、本当に。マジマジか、はい、でっかいリュック背負って、はい、で、あの人まだ挨拶ぐらいしかしてないんだけど、はい、あ、ハンニャのカナダ君っていう人だと思って、はい、おいっす、おいっす、おいざす、おざす、そしたらなんかで、無視されたっていうのが俺結局か、目だけ合わされて。それ全く覚えてないですよ。で、俺ずっと言ってるよね。言ってます。それが初対面なんですよね、初めて喋った。そう無視されたなっていう印象、はい、そっからレッドシアターが、はい、ゴールデンで始まって、はい、そっから半夜の人気の上り方って、売れ方っていうのは、はい、隣で見てて爆速だったけどね。いや、まあ、すごかったよ。みんなじゃないですか。でも結構レッドシアターメンバーなんか矢面に立たせますけど、うん、まあ確かにあれですけど、みんな人気なかったですよ。そんなこと俺はなかったねっすみません、加納君は一売れ終わってたって、ね、終わってました。まあ確かにちょっとね、前にもう僕イケメンで、うんうん、うわすげえな、ハンニャと思ったのが、もういろいろともう CM も出てるし、はい、テレビも出まくってるし、俺一回覚えてるのが、
っぱ当時ね地方にこう営業みたいな感じで、はいはいはい、結構毎週土日はもういろんな全国でいろんなとこ訪ねたんですよ、はい、その中で京都だったんだけど、はい、京都で般若と一緒だったの営業が。そうでうわで俺もさいつもピン芸人だからいつも一人でこう回っていくのよ、はい、で空き時間とかもう大体 2部構成というかね2回ステージじゃん、はい、で3時間中空いたりとかすんのよ、はい、でいつも俺一人で楽屋でボーっとしたり一人でちょっとマスクかぶマスクと帽子でこううろうろしてみたりね、はい、でいつもねもう時間持て余したんだけどあ今日般若と一緒だ、はい、あ一部と二部の間どっか飯行けるなとか、はい、だからこれちょっと今日楽しい営業になりそうだなと思って、はい、一部トップバッターで般若出て、はい、ブワー爆笑を取って、はい、で、はけて、はい、で、2番目、3番目ぐらいに俺でで、終わって、はい、般若の楽屋行ったらいなくて、はい、スタッフさんに、あれ般若終わったらえ、今次の仕事行ってますみたいな一部と二部の間に仕事で言われてるみたいなで、京都花月かなあかなんかに行って、はい、で、またギリギリに帰ってきて、はい、また二部出てみたいな、はいはいはい、どんだけ忙しいんだよって思ってるねちょっと覚えてないほんとごめんなさいちょっと待ってくださいねもっと当時のなんかいろいろ俺だけじゃん覚えてんのマジでちょっと待ってください他にあごめんなさいちょっとねあの時やっぱ激務すぎていや とにかく、はい、アンニャは一番すごかったよね、うん、あの人気も何も勢いも で、はい、一番ね金田君は全く寝てないっていうのが1年ぐらい続いてた、はい、1年ぐらい続いてましたずっと目バッキバキいやだからもう本当によくリハーサル室でみんなネタ見せがあって、うん、ネタ作りで、うん、だいたいまあジャルジャルさんとか我が家さんとかローチさんとかしずさんは結構早めにネタ完成して、うん、でなんか僕らと狩野さんと柳原だけいつも居残り組みたいな、うん、でその時もネタ合わせしながら寝てましたもん、うん、俺らなんか歩きながらとか寝ちゃったりとかしてましたけど、うん、その時に狩野さんと僕らで喋ってた時に柳原がネタ見せしてなんかもう自分でいっぱいいっぱいの柳原も忙しくて寝てなくて、うん、でめっちゃ泣いてたの覚えてます覚えてるリハ室でねネタができないっていう涙ねそうそうしかも前日かなんかで柳原がもういっぱいいっぱいになっちゃってわーって泣いてで俺らもなんか大丈夫かみたいな感じで言ってたけど、うんうん、次の日完璧にね本番爆笑取ってなんなら大丈夫かって言ってたら俺らがミスりましたそう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 一番恥ずかしいそう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 やりましたよね俺ね、はい、一個その当時の思い出で、はい、うわカナダすげえなーと思ったのは、はい、レッドシアターね、はい、やりながら、はい、他の番組とかでも一緒だったりするじゃない、はいはい、他のテレビ局とかでも、はい、って時にやっぱりね先輩たちの凄さをやっぱ目の当たりにするんですよまあそうですね、当時一緒に出てたのは当時23歳、26歳でしょ、はい、で、一緒に共演してた、例えば次長課長さん、はい、チュートリアルさん、ブラックマナーネさん、有吉さん、ザキヤマさんとかねバナナマンさん、横並び、横並びにいるのよマジで今考えてすごいすごいのよねみんなまだ30代ジュニアさんとかもいるそうですよで、もうみんなガン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 爆笑とって、はい、俺ら入る隙間なくて、はいはい、で、たまにこう先輩たちが優しさで振ってくれるんだけど、はい、あーってなって、はい、終わりみたいな、はい、毎回へこんで、で、カナダとね、六本木のね、居酒屋かなんかでね、飲みに行った時に、俺、カナダに聞いたんだよね、はい、すごいな、先輩たち、だから当時俺は26歳、ね、先輩たちが当時35歳ぐらいかな、うん、俺たちが35歳になった時、ああいう風にテレビで立ち回れんのかなって俺、フラッとこう言ったの、うん、じゃあカナダが楽勝っすよ俺たちも芸歴重ねればあれぐらいできますよす俺すげえなーって俺思ったんだよねこの自信というかスター気質だなって思ったねやばいっす、その話その話、ちょうどその年齢になってるんですよめちゃくちゃ恥ずかしいですいや、だからいや、でもあの時はなんかそうでも言わないと、うんもうなんかやっていけない感じもありましたよ ね、 そ う、 ねあとそう鼓舞しないと自分をそうだね、はい、あと若さゆえにその怖いもの知らずだからその言えるし前に出れるっていうのもあるし ね、まあ、ねレッドシアターはこうやってみんな楽しく楽しくってみんな一緒に仲良くとかって言ってるけど実は二班に分かれてて、はい、二班、うん、キラキラチームとドロドロチームそんなことないっすいやでカナダとかはもうキラキラチーム、
ロッチ、まあまあ、コカドさんとかもキラキラチーム、はい、ジャルジャルさんとかも、はい、ジャルジャルさんはちょっとね、また2人また別なんですが、まあ、そうですね、坪倉さん、我が家坪倉さんとかみんなキラキラチームいて、はいはいはい、俺とか中岡さんとか、うん、我が家矢田部さんとか、はい、相方の川島とかはもうドロドロでチームバナナボーイズですよね、バナナボーイズみたいな感じで、はい、もう本当にやっぱこの光と影、そんなことないですよ俺らもしんどくなったっすって、いや、いやそんな俺らも、でも矢吹さん、矢吹さんに可愛がられてるチーム、総合エースに可愛がられてるチームと、大変お前らちょっと自分で流行ってたっていうチームいやでも結果美味しいみたいになってるじゃないですか、まあもちろんね、ちゃんと演出はしてくれるんだけど、だあれ、杉さんのやつって言っていいのかな、何杉山、我が家杉山さん、はい、の話って誰もしてないですか、誰もしてないです、俺ね、これがね、もう覚えてて、収録の日ですよ、いつも通りレッドシアターで、はい、で自分たちのユニット練習してて、でなんか前室みんな一緒だったじゃないですか、楽屋で杉さんだけ全然入らないんですよ、入り時間、うん、過ぎても、うん、でこれ杉さんやばいんじゃないですか、遅刻してますよみたいな、でしたらガチャンって入ってきたんですよ、うん、したらなんかキャップめっちゃ深くかぶってでっけえサングラスしてこうやって入ってきたんですよ、いつも通り実はナックルズ持ってでおはようございますみたいな感じで入ってきて、で、あ、杉さん遅くないですかみたいな、そしたらもうずっと杉さんの帽子とこのグラサンとで実はなくこうやって読んでて、で、あれどうしたんですか、で、マジなんか回ってるのかなって、隠しカメラで実はなんかドッキリなのかなって思って、うん、そしたらグラサンバーッとさ外したらちょっとね、この辺が腫れてる、目腫れてたね、で、わ、え、どうしたんですか目、うん、そしたら、いや別に何もねえよじゃあもうみんなで、いやおかしいから、いやどうしたんですか、ちょっとこう目腫れてるじゃないですか、絶対おかしいですよ、その腫れてるし、いやいいよとか言ったら、分かった言うよっつって、衣装ケースが落ちてきたんだよ、タンスからね、上からねタンスの上から衣装ケースが落ちてきたんだよ、悪いからみたいな、ちょっとキレキレ、ちょっと切れて、で空気がファーって悪くなったんですよね、あそうなんですかって言って、矢吹さんに全室に集まれって言われて、全員その後すぐ集まって、そしたらみんな座れっつって、杉山ちょっとこっち来いっつって、矢吹さんのところ杉さん連れて帰って、昨日杉山が絡まれて傘でここをぶん殴られたで、もう俺らその前のその衣装ケース何だったんだがもうちょっともうめっちゃ面白くてそうですね、ユニットコントの実は絡みがないか、ないイケメン部とか、うん、そうですね、だから、カノ君中心のと、カナダ君中心のっていうのが、そうか。それぞれあったから、多分一緒になってない。そう、一緒にはやったじゃあ、あんまりそのトークはないか。ちょっとレッドシアターの話、当時の話とかいろいろ喋りたいんだけど、なんか今のところまで通ずるものがそんなに。ちょっと待ってください。だからね、同じレッドシアターやってたけど、はい、やっぱそのね、住みかが違ったよね。うん。まあ、だから、うん、バリー行きましたよね。バリ行った。バリー行きましたね。あのね、レッドシアター関係なくてもうレッドシアターの話はちょっと意外にグループ違ってた、いやでもね、はい、でもね、はい、レッドシアターもそうなんだけど、うん、レッドシアターを卒業してね、はい、番組終わって、はい、誰と遊んでる、誰と仲いいって言ったら、俺ね、意外とカノなんだよ、ね、いや僕もレッドシアターメンバーで一番遊んでもらってるのカノさんなんです、そうよね、で、言ったら僕初めての海外旅行、うんうんうん、芸人になって、うん、でカノさんに連れてってもらって、そうそう、バリ島行ったよね、バリ島ね、であのマッサージとか2人であのバラ風呂みたいなの入ってた、はい、2人でバラ風呂入あのバリのね、あの6時間ぐらいマッサージ受けた後に最後2人でバラ風呂入って、バラがねすごい浮いてるね、そうっす、ジャグジーに2人入ったよね、はい、これもレッドっすねでそういうそのリゾートみたいなところでご飯食べたら、うん、その店員さんですよ、そのインドネシア諸島のバリ島だけど、おうおう、インドネシア諸島のその店員さんがずっとカノさん見て、オーマイガーみたいな感じで、そうそうそう、レストランの奥行ってみんなでうわーってなってカノさん見て、で、みたいな、俺でインドネシアですごいんだみたいな、で、それで多分バラエティとかも台湾とかもやってるみたいなね、うんうん、ロンハーとかも確かやってるから知ってんじゃないですか、うん、みたいな感じで、したら案の定わーって来てね、カノさんにピクチャー OK みたいな、うん、そうそうそう、写真撮ってくださいみたいなのあって、で、周りに女性たちが集まって、じゃあ行きます、ハイチーズみたいになった時、みんな、いやいや、そう、ここみんなここ呼ぼうっすね。いやで、俺が写真撮ってるんだけど、えみたいなって 俺もやんなきゃいけないのかなって。で、カノさんもなんか、いやいや、で、グラサンかけて、挑発でね。で、えこのポーズは何ですかって聞いたら、ヒーズ、ロックスター。すごいやら、
インドネシアで活躍してるミュージシャンに間違われたんだよ。そう、これマジですロックスターって言ってて、ミュージシャンの本当有名なロックスターが狩野さんそっくりらしくて、そのボーカリストが毎回こうやってジャケットを取られたらしいんだよ。だからそれで、だからもう俺その時にやっぱこの人勝てないなって衝撃だったじゃないですか、うん、突然、しかもめっちゃ数字も変な話、16% ぐらい取ってましたよね、全盛期ね。はい、いやでもあの時も結構取ってた。そうですね、一桁になったりなんなかったり、全然別に終わるレベルではなかったんでね。だからはぁみたいな感じになって、であの時のエンディングで俺がまた特番でまた会いましょうみたいなやつもオンエアされてるんですよ、うん、だからあの時のレッドシアターを見てた子供たちがいつやるのかって未だにコメントきますよ。本当に来るんだって本当に本当来るんだって俺 SNS 始めたけど、あの時のカナダさんのまた会いましょう特番でっていうやつを信じて今も待ってますっていう。だからもう俺はこの YouTube で今一人ずつ会ってって俺が今仲間をかき集めてで最終的にカノさんから内村さんに言っていただきます。ちょっと俺無理よ今日その交渉が。俺は無理マジで。なんとか同じ事務所で内村さんになんとかこうこれも見ていただけるかわからないですけども、絶対見ないよ。いやだけど僕らからしたらやっぱりね、そのレッドシアターメンバーはもう一回みんなで風になりたい歌いたいカノさん、あの時まだそこで SNS とかがなかったんだけど。そうなんですよ。それでも、はい、あの番組のホームページとかそういうところにものすごい来ましたからね、はい、終わんないでくださいって。やっぱそのクレームの、クレームというかその抗議、なんで終わったんですかもそうですし、僕は SNS 始めてこんだけ言われますから今も。だから復活させたいんですよ、レッドシアター幻の1回。ただね、はい、そういうそれをやるにあたって、はい、大きな山がね一人いるんですよ。それは、はい、内村さんでもありません。内村さんじゃなくて、じゃあ他にレッドシアターを復活させたくないっていうやつがいるんですよ。誰ですか？カナダ君もよく知ってる人じゃないですか。しずるカズマです。しずる池田改めカズマ。カズマが？カズマがですね、最近ちょこちょこ会いました仕事で、はいはいはい、アメトークでカズマ池田大、カズマ大好き芸人っていうのもやったし、はいはいはい、うちのラジオ、僕がやってる東京 FM のラジオにゲストで来てくれたりもあったりとか、はい、ちょこちょこ最近会って、はい、でもその時も毎回言うんですけど、カズマがもう俺はレッドシアターやりたくなかったんだ、でも俺にカミングアウトしてきてました。マジですか？はい。なんでですか？で、知りませんか？俺らね、レッドシアター、はい、僕ら全員、はい、演者プラス、はい、スタッフさん、はい、当初のスタッフさん含め、はい、グループラインがまだあるでしょ、はいはい、レッドシアターやってますよ、はい、あれ、池田だけ退出してるんですよ。いや、マジですか？俺全然知らなかった。池田だけ退会してます。なんなん。いや、でもね、これは僕も昔からまあ仲いい先輩ですけど、あの人逆張りするから、その逆行くから。いや、でもね、いや、それだと思いますよ。あの人中二病なんで本当に僕は知ってるんですよ。そういうのがみんながいいねっていう、こうやろうって言った時の逆行きたがる人。どうですか？だから当時もね、こうやって思い出話を語りたいじゃん、はいはい、そうするたびに毎回またその話かってなって。いや、全然大丈夫です。当時しずるのじゃない方とか言われたりとかね、はいはい、レッドシアター終わってしずるの単独ライブ、はい、ルミネで行われた単独ライブに俺はゲストで呼ばれた時に、はい、ちょっとプレゼントコーナーみたいなのがあって、はいはい、抽選箱を引いて、で、整理番号、はい、一緒の人は芸人たちの私物プレゼントですって、はい、池田はその時私物プレゼントで、はい、レッドシアターのジャージをお客さんに渡してました。あれもうメンバーしかもらってないですよ、あれ。はい、それをもう早々にお客さんに。最悪だ。池田、まあ、これレッドシアターもういらないですよ、終わった番組。最悪。いやもう、いやでも池田さんはなんとか僕が解き伏せるんで。本当ですか、はい、そこがね、もう大丈夫です。じゃ あ内村さんお願いします。いやだから俺は僕は池田さんを解き伏せるんで。レベルが格が違いすぎる。いや、池田さんも相当だってきついじゃないですか、その状態から。まあね、まあね、だからなんとか事務所の方でもこの前ハンニャしずる、狩野くんでプチ対決戦、ね、本当にだからそれがすごい反響があったから、より僕も本気になったんです。コント中、サンドウィッチマンさんのコント中っていうフジテレビの特番で、はい、で、設定があの頃の2010年という設定でタイムスリップして、しずるさんと僕らと狩野さんが、うん、当時のあの衣装を着て、で当時の衣装もまだ残ってるってことは、で着れたんですよね、みんな、うん、で長髪に戻って、でそこにサンドウィッチマンさんが来ていただいてっていうのをやって、で反響、僕も SNS 最近始めたんですごいやっぱ反響あったんですよ。だからこれ
ただね、いやすごいいいんだけど、あの時なんかね、ちょっとスタッフさんたちもザー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 ちょっとしてた件があって、え、なんすか、すげえコントは面白かったし、ああ、で懐かしかったし、ああ、でサンドウィッチマンさんもうまくこう突っ込んでもらえてよかった。ああ、で当時俺たちまあ生きてたというか、はいはいはい、あのね感じキラキラしたあの時代をね、はい、こうやっぱこう再現するわけじゃん、はいはい、で俺なんか着ボイスでまた1位っすかみたいなことを言ったりとか、はいはいはい、ありましたね、当時のね、当時のね、はい、あるあるというかね、武勇伝を語ったりする中で、うん、カナダがスタッフさんにどうやらなんか、はいはいはい、小学生たちが選ぶ有名人、有名人、好きな有名人、はい、当時のね、1位嵐、はい、2位ハンニャ、はい、3位イチロー、はい、って言ってて、はい、スタッフさんが一生懸命調べたらしいんだけど、はい、どこにもその情報がなかったっていう。だから俺それ嘘みたいになってますけどあったんだって。いや 俺雑誌見せられたんだって。残ってるはずの、うちの AD 住人係で必死に調べて何にも出てこない。マジであるんですか。当時のちょっと捏造はやめて。捏造してないですよ。俺それマジでいろんなところで言っちゃってるから。まあこれが回る回らないは別として、うん、ここが実はきっかけで、だから時失せますんで、これからメンバー全員に会いに行く。まあ、でも本当にね、当時からやっぱカナダがこう、まあ、俺リーダーみたいな感じでやらせてもらってましたけど、はいはい、やっぱカナダがやっぱ本当に一番動く人で、はい、じゃあレッドシアターで忘年会やろうとか動き出したりとか、何かやるためにはカナダがこう率先来て動くみたいな。ちょっとなんかもしあるんだったら、今後動きがあるかもしれないんで、その時は加納さんにちょっと力を貸していただいて。いや俺は全然もちろん貸しますし、はい、あと内村さんの方もよろしく。内村さんの方また別だから、でも全部揃ってからじゃない。そうですね、揃ってからみんなで内村さんどうですかっていう。そうですね、ということで本当に、はい、ありがとうございます。いや楽しかったです。楽しい、はい、またぜひ、はい、お願いします。お願いします。ということで、はい、おつんこ。高評価とかなんかチャンネル登録とかなんかよし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 。